こんにちは、アクシスのつゆです、今日はこちらですね、平面とこの曲面を、組み合わせた遊び心のある木製の、パーツシリーズ、ルームの、ご紹介をしたいと思います。こちらはですね、以前レンというアイアンの、パーツシリーズを、発売しております。この辺に多分紹介が入ると思います。で今回こちらも、ルームという商品なんですけど、株式会社 Y という Y さんというプロダクトデザインの会社様に、会社に、依頼をさせていただいて、ここまで、着きました。で私たちが持っている工場、まあ、自社工場というわけではないんですけど、そこの、まあ、工場1社も決めて、この工場でできる技術で、洗面周りの、シリーズを作ってもらいたいということから始まっていって、いろいろともうY さんのところっていうのはいろいろと聞き取りから始まっていくんですけど、どういうコンセプトでどういうものづくりをしていくかっていうことで、約ここまで1年ちょっとですかね、この完成まで1年ちょっとかかりましたけど、ようやくここまで完成してこの形ができました。はじめ本当にいろいろと、いろんな形の提案がありながら、トイレットペーパーなんか本当にすごく面白いんですが、まだこれは中で紹介してもらえると思うんですけど、はじめこのアイアンを使ってどのようにできるのかなっていうのは、いろいろとこの角度であったりとか、もうこの要は機能的なところもいろいろとモック使いながら、要はサンプル作りながら、ここまで来ました。で色も、ナチュラルのもの、ちょっと見えにくいけどナチュラルと、あとこの、淡いちょっとグレーっぽい色ですかね、の2色で展開しております。なので、まあ、トイレの場所でもいいですし、洗面の、まあ、もう水回りのところで使ってもらうっていうのが、まあ、もちろん最初のコンセプト作りの中であったんですけど、フックなんかは本当にお部屋とか子供部屋とかでも使っていただけるんじゃないかなと思ってます。非常にこの曲面が素敵なので、木製品のアイアン、パーツなんですけど、まあ、パーツっていうとどうしても男性的なすごい強いイメージがあるんですけど、ちょっとこう柔らかい感じの木製の特性を生かしたデザインになっております。またこう使い方というか、まあ、使い方はまあ分かると思うんですけど、またこの中で一つ一つご紹介したいと思いますので、ぜひ見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。デンマーク語で空間を意味するルム。ルムシリーズは洗面所やお手洗いなど水回りの空間で使用することを想定して開発されました。木目が美しいナチュラルと清潔感のあるライトグレーの2色をご用意しています。すべての商品はクリアラッカー塗装で仕上げてあるため、表面の水濡れや汚れに強くなっています。ルムフックはシンプルな荷物掛け用のフックです。木の枝をクイッと曲げたような形はミニマルで、どこか愛嬌のある雰囲気を合わせ持っています。小さなフックは場所を取らないので、必要な場所に必要な数だけ設置することが可能です。ルムペーパーホルダーはデザイン性の高いトイレットペーパーホルダーです。木製のホルダー部分は厚手で丸みのあるフォルムをしていて、細いブラックアイアンバーと対比が映えます。アイアンバーにはペーパーを固定する紙押さえとしての機能と、ペーパーをカットする紙切りの機能があります。ルムミニシェルフ S は小さなプレートの棚です。壁面に設置をすれば、スマートフォンや小物などを置くシェルフとしてお使いいただけます。ルムシリーズのペーパーホルダーと一緒に設置をすれば、ペーパーホルダーの上の棚として使用することができ、ペーパーにホコリや水滴がつくのを防ぐことも可能です。ルムペーパーホルダーダブルは2個ペーパーをセットできるタイプのトイレットペーパーホルダーです。トイレットペーパーの設置方法は先にご紹介をしたシングルタイプと同じですが、ダブルタイプは来客の多い場所のお手洗いや店舗等にもおすすめです。ルムミニシェルフ M はS サイズに比べて横幅のあるプレートの棚です。壁面に設置をすれば、小物やペーパーストックなどを置くシェルフとしてお使いいただけます。前に紹介をしたペーパーホルダーダブルと一緒に設置をすれば、ペーパーホルダーの上の棚として使用することができ、
テーパーにホコリや水滴がつくのを防げます。ルムタオルハンガー S は立体的なフォルムのタオル掛けです。奥行きのあるスクエアリング型のハンガー部分にタオルを掛けるので、タオルが乾きやすく衛生的な状態を保てます。斜め下に突き出したデザインはタオルを掛けたり外したりがしやすい構造で、一般的なボディタオルなら縦半分に2つ折りにして掛けられるサイズ感です。ルムタオルハンガー M は S サイズと比べて幅があるので、一般的なボディタオルなら畳まずにそのまま掛けられるサイズ感です。丸く角を落としたデザインと木製の素材はデザイン性がありながら柔らかい雰囲気を感じさせてくれます。心地よい空間をイメージさせる淡いカラートーンやナチュラルな木目のルムシリーズはどんな内装ともうまくなじみ、心地よい空間を作ってくれます。洗面所やお手洗いなど水回りの空間作りにぜひ取り入れてみてください。チャンネル登録お願いします。